波乱巻き起こる三国の夢、史書では書ききれない壮大な物語が幕を開けた。ほのぼのとした日常もあれば、賑やかな宴もある。そして芽生える絆も。しかし天下というものはいつの日か必ず分裂するもの。やがて魔人が現れ、悪しき者たちも猛威を振るい、戦の波は広がり、のろしが各地で上がった。暴君に支配される大地、君たちの犠牲は大義のため、それが定め。けれど君たちのいない世界なんて望んでいない。結局俺は君たちを、そしてこの崩れかけた世界を救うことはできないのか。主様、主様、将軍様、将軍様、城主様。あ、よかった、やっと目が覚めたのね。運命を覆そうとするあなたは何を選択する？